ヤガチャガチャンネル。というわけで、いくよ。いくぞ。人間界。乗り込め。みんなぶっ壊してる。頼もう。なんか来ちゃったわ。あ。おじいちゃんも。お主らは人間であろう、不可侵条約によって我らには手は出さぬはず。それをこの馬鹿にやってこようとは、あなた方に危害を加えるつもりはありません。どうかお下がりください。今ロイドンたちがその乗り物に乗り込むのが見えたぞ。見えた。まさか魔界から出ようというのではあるまいな。あるまいな。ならば見過ごすわけにはいかぬぞ。かぬぞ。分かっていただけないのならばこうするしかありません。あー、やめて。おじいちゃん、やるというのならば受けてたと。待て、グスタフよ、落ち着くんじゃ。おい、グスタフよ、無事か。なんのこれ式。しかし集め、我が輩に触れもせずに、どうやら人間は下法、怪しげな術を使うようですぞ。そんなものもここにはないのか。飛び道具も知らぬ。人間が一方的じゃん、あくまで。まあでも人間ゴミ捨て放題だしな。そうなんだよね。明らかになんか人間の方が優位な契約なんだよね。ねえ。なあおい、これってもしかしてロケットってやつか。いえ、これはヘリコプターです。コプターです。なんだ、違うのか。へえ、研究所だ。大丈夫かな。で、メグの母ちゃんはどこにいるってんだ。本当にいるわけないじゃん。今だ、確保。確保。罠だよ、絶対に。あ、メグ、メグ、クソ、どけよ。メグ助けに行くから待ってろよ。てめえらやっぱり騙してやがったな。対象と少女との分断に成功。あ、よくやりました。ここは賭けでしたが、あの分断さえできれば作戦は成功してのものです。なんだてめえ、メグに危害を加えると大変なことになるぞ。世界が滅ぶとでも。そうだよ、いいか、メグは崩壊を呼ぶ少女で、まだそんなこと言っているんですね。何、ゴランさん、本当のゴランが知ってたの。ゴラン、どういうことだ。実はよ、実は崩壊を呼ぶ存在はメグじゃなくて誰、お前なんだ。俺は、お前はもともとこの研究所で作られた、廃棄されたんだ。意味がわからねえぞ。もしかしてモンスターってそういうこと。理解できたところで意味のない話です。さあ、そいつを拘束しなさい。でもメグいないんでしょ。メグいないからやりたい放題だよ。マジックタールを使うと、ロイドの HP を回復することができます。ピンチになったら使いましょう。あ、でも人間って強いかもしんないよ。そういうことね。で、4人もいる。おー、やっぱりほら、なんか使ってくるから強いな。爆弾とか銃とか。そうだね、魔物の中ではクソ強いけど。あと9個。いや、使った分ほぼほぼカバーするぐらいには削られたけど今。まあでも1体削れば、1匹やっつければ、こっちのものにはなるから。1匹って言っちゃった。人間なのに。まず1体手榴弾を落とした。で、さすがに今結構食らったから、あ、次攻撃できる。よし、オッケーオッケーオッケー。ウルトラパンチ強い。2人ならもう大丈夫だ。そうだね。手榴弾、わお。ああ、全体攻撃か。おお、手榴弾持ってたんで回復。痛い。で、まあ殴って、よいしょ。よし、オッケーだね、これはもういける。よし、パズルゲームみたいだよねこの戦闘ね。よし、よし、負けんぞ。で、俺は強い。なんと、武装した兵士でも制圧できないとは、やはり魔物という存在を恐るべきものですね。メグをどこへ連れてきやがった。もしかして作られたやつだからマジックタオル食べるのかな。ね、今はこちらの管理下にあります。残念ですが彼女は見なくてもよいものを見すぎてしまいました。再び廃棄、いや処分が妥当かもしれません。クソ、待ってやがれ。だから腕あんなのなのかな。かな。お前はどうするんだ、行くのか。すまんロイ、俺は実はよ、だから今は話してる場合じゃねえっての。どうしても喋りたいならメグを探しながら喋れよ。わかった。そうだよ、お前も後悔してんだろ。
予定ではここで制圧確保するつもりでしたが、なかなかうまくいきませんね。ですがこちらへ向かってくれるのは好都合ですね。そしていざとなればあの切り札もあります。なんだ、負けられませんね。人間嫌なやつじゃん。人間嫌なやつ。うわあ、ロケットある。ほんとだ、飛び立てる。実験部屋は、なんか作ってらっしゃいます。あ、デブリ、デブリの現象を確認。危険体がデブリを分解していると思われます。素晴らしい。人類にとって長年の課題だったデブリ、それを安全に処理できるとなれば間違いなくノーベル賞ものだ。あの20年前に隕石が来たって一番最初のプロローグでデブリって出てたやつ。デブリ出てた。とはいえまだ一時計測データ上の数値並みなので正確なことは言えません。引き続き実験を進める必要があります。上位君もどきいっぱいいるじゃんねえ。私はここまでの成果を上に報告してきます。引き続き被験体のさらなる成長効率化を、模索してください。なんですって、失敗だった。デブリを分解などしていませんでした。あくまで体内に取り組み濃縮していただけです。周囲の影響は見られず、状態は比較的安定していますが、どのような要因によって不安定になるか不明確です。困りましたね。昔か。あれがこいつなのでは？ってことなのかもしれんな。この誰だっけ？ここは外れか、別の場所を探すか。変な感じだぜ。この場所にいるというのは何と言ったらいいか。だー、強くわかんねえが、とにかく不思議な感じだぜ。やっぱりそれだ。そうだ、作られたんだ、ここで。対象確保します。あいよ。やったねー。一体？なんか変なことするお前。手榴弾。一人ならこっちのもんだ。いや、そうなっちゃうんだよ。いやでもちょこちょこ戦いながら行くと回復の減っちゃうかも、ね、でもさっき9個に戻った気がするよ。あ、ほんと、うん、あ、じゃあよかばい。で、小型ロケット発射場。ロケットだ。また過去か。もう返しだ。ブツブツ。デブリの取り込みとりあえず安定はしている。はい。そうなるとストレステストをして耐久性を調べて、はい、いや、すでにかなりの量のデブリを取り込んでしまっている。暴走した場合影響を完全に抑えられるかが不明だ。確かに。やはりここに置いていくのは危険すぎる。魔界へ廃棄、しかし常に監視下に置いておくのも必要性もある。不可侵条約がある以上、魔界に存在するものを我々が直接管理するのは難しい。うん、待てよ、確かちょうどいいのがいたな。ほう、ちょうどいいの。あのだっけ、なんてこいつはもしかしてこれが本物ロケとか。そうだな、なるほどな、こいつがって眺めてる場合じゃねえな。早いとこメグを探さねえと。ラゴン、なんだっけ、ラ、あのもう一人の方。そう、うん、あいつに監視されてたんでしょとか、そういうことだと思う。オペレータールーム、ね、あ、ほまほらま、ほれほら。というわけで、あなたはこれから魔界廃棄します。好きにしてくれ、ここに閉じ込められてるよりマシだ。それは結構ですが、分かってますね。あなたには任務が与えられます。それから逃れようとすれば。分かってるよ、この腕輪で監視してるんだろ。その通りです。その腕輪を無理に外したり壊そうとすれば致死性の毒が流れます。妙な気を起こさぬように。で、どうしろって。あなたと同時に廃棄する被験体を監視してもらいます。被験体の行動や特性を定期的に報告してください。特に特定の刺激に対する過敏な反動などには注意する必要があります。はい。その被験体だが、何だってんだ。そうですね、監視役のあなたにも説明しといた方がいいでしょう。いや、つながってきちゃったね。あーん、こんな可愛かったの。こんなんだったの。監視といってもな、まあ適当に見てみるか、もうパパじゃんねえ。あーなあ、お前さ、デブリ、いや、マジックとデブリだ、デブリだ、デブリ食ってるんだ。あ、いいだろ別に、あの体に悪そうだし、これが一番好きなんだよ。これがデブリのことをマジックタールって呼んでたの、ね、あ、ロイが赤くなってんだ。ロイがダメだったの、人間のあれに、あれでロイが世界を壊す可能性があるってこと。確かに。まさか、だロイが死にそうなだけで、うん、おい人間落ち着け、ロイが爆発しちゃうんだ。高い声とか、うん、わーってなると。なるほど、子供をこちらへ送る手はずがトロニスあると、これは困りましたね。
実は少し面倒なことが判明しましてね、どうやら臨界点が近いと、ああこれあれだ、通信のやつだ。ああ仲内に会うと、あれ食べ過ぎたってこと、どうやらこちらで完全に管理する必要がある、ね、子供と なのかな、デブリのせいなのかな、ね、幸いにもあなたの長年の監視のおかげで今ならこちらでも管理もしか処分することも可能なはずって話はしてたね。うん、おーあいつじゃん、おるじゃん、お前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 だ、ようこそ、お目あるじゃん、メグはどこだ、そこの部屋にいますよ、あーうんメグ聞こえない、なんだ聞こえねえ、まあ いやとにかく待ってろ、カンカン、クソ開かねえ、あーえお、あー逃げ切れちゃった、おいここを開けろ、それはできません、そしてあなたにもおとなしくしてもらいます、あっ巻かれた、のうどうです、動けないでしょう、しかしいやはや間抜けだ、世の中はなぜこんなに間抜けだらけなのでしょうか、その子供の母親も同じように間抜けでしたね、廃棄してやった罠から脱出したのは想定外でしたが、子供を探してのこのこと再びここへ帰ってくるなんて、なんだとメグの母ちゃんのことか、ええ、彼女は今この研究所ではありませんが我々の管理下にあります、ご希望ならばちゃんと居場所は教えて差し上げますよ、しかしいずれにしてもそんなことはもう全く無駄ですけどもね、あなたも子供も母親も二度と出てこれぬよう今度はしっかり処分しますのでね、クソほどきやがれ、うるさいですね、ちょっと静かにさせてあげましょうか、あおやおや逆にもっとうるさくなってしまいましたねおいおい大丈夫なのかよ、電撃なんて与えてよ、問題ありません、与えても問題ない刺激はある程度把握しています、クソてめえ、これもあなたの貢献が大きいのですよゴランさん、なあなたの監視と報告は大いに役に立ちました、喜んでください、ようやくその任務からも解放されますどうしましたか、あやった、えお前いいぞ助けろ、どういうことですかゴランさん、任務が完遂した暁には再びこの安全な研究所の保護下に戻れるというのに、俺はよこいつと一緒に魔界に移される前はずっとここで飼われてて、ただそれだけだ、面白いことの一つもなくてなんもない日々だったよな今思えばよ、何を言ってるんです、だけどこいつの監視を始めてつるむようになって途中からメグも一緒になって、夜寝るときとかどうでもいいこと考えたり思い出したりしてるんだけどな、思い出すのは魔界でのこと、こいつらとのことばっかりなんだよ、ここに研究所にいた時の俺ってさ本当に生きてたのかな、そんなこと考えちまったらこのままロイを見殺しにしてここに戻るのって死ぬことと同じなんじゃねえかなって、ザレ事あなたには失望しました、おいまた何かする気だ、あー悪いけどちょっとおとなしくなってもらうぜ、あえな、なにバカが、お私を頭脳だけの人間だと甘く見ていましたか、おフィジカルも見てくださいこの見事な肉体を、屈強な肉体と科学が融合してこそ真に強い力を発揮すると私は考えています、屈強な肉体、そういう意味ではあんた方魔物の肉体は実に研究のしがいがある、ちってめえ俺が相手に、おっとっとお待ちよ、さすがにあなた相手に殴り勝てるとは思っていません、あこれは使いたくありませんでしたが、なんだよあなたにつけている腕はそのとっておきの機能を使う時が来たようですん後悔しなさい、あなたが悪いのですから、あー毒じゃん、毒流れるって言ってた、何を、おいゴランどうした、ああいゴランと戦うの、うロイゴランどうした、体が思うように動、素晴らしい、腕輪に仕込んでおいた最後の機能です、筋繊維を強制的に古代活性化させる薬を投薬しました、おっとただの、筋肥大薬と思ってもらったら困りますよ、もちろん特別強力に濃縮しておりますが特筆すべきは魔物の体構造から体構造、魔物の筋繊維は人間と比べその絶対量はもちろん構造としても特殊、さらに脳の神経伝達物質を動きすることで私の命令に従う肉人形となる、ただしそれは耐えられず数分で体細胞は壊れ始め脳機能は著しく低下し、もういい黙れ、おっとっと怖い怖いロイ、多分俺はもうダメだ、逃げてくれ
そんなことできませんよね。子供だってまだこちらの手中にあるのですから。ロイ、俺は何を言おうと無駄ですよ。あなたはすでに私の操り人形ですからね。さあゴランさん、私を守りつつロイを叩き潰しなさい。あー、うわー、やー、とりあえずガードしとく一回。でもさすがにアンダーテールみたいなことじゃねえか。やることになるか。くっ、ビクター所長高笑いしてる。ゴラの攻撃、体が勝手に14,900。それぐらいなら私も銃を構えた。進まんロイ、避けてくれ。14,000、一回ガード守りを固めた。ロイ構わず俺を攻撃してくれ。クソ、やるしかねえのかよ。やってたな。まずおとなしくするしかねえか。銃を撃って6400、4000耐えられる。ウルトラパンチ。待ってこれさ、所長にいけねえの。いけるな。いけ、殴れ。一回じゃあマジックタール食べて、ほぼ全回復してで2にするじゃん、うん、ああ。かばっちゃうんだ、これは。こればっかりはどうしようもねえか。どうにかこうにかないのかな。私の指示通り同時にやつを攻撃しましょう。指示を出してるガードだな。同時攻撃。おお。あなたと一緒にいた時間がどうのこうのとよくわからないことをのたまっていましたが、どうやら私の方がゴランさんをうまく扱えるみたいですね。人を使うというのはこういうことです。かん、待て、なんだかちょっと体が言うことを聞くようになってきた気が。マジかゴラン、マジか。なんですって、そんなはずは。多分ロイの攻撃を食らったショックがなんかいい感じに作用してるんだぜ。ロイ、もっと俺を殴ってくれ。もっと俺を殴ってくれ。いいけどなんか気持ち悪いな。まあ、とりあえず回復だね。ああ重てえな。だから、あ、次同時攻撃か。ガードだ。お、え、ゴラの攻撃。おお、わあ、ぐわ、すげえ。よくも散々いいように使ってくれたな。容赦しねえぞ、覚悟しやがれ。よっしゃ、心配させやがって。ゲフ、なるほど。やはり魔物の体構造はまだまだ研究不足と言わざるを得ないか。適切な投薬量の計算がブツブツ。この後に及んでごちゃごちゃ言いやがって。状況が分かってねえみてえだな。狂ってやがる。分かってないのはあなたたちだ。なんで。私はあなたを気遣って薬の投薬を最低限に留めておいてあげたのに、こうなったらよしじゃないの。こちらも同じです。あ、やばい。ボタンを押した。待って、うわあ、ごらん見てください、課長トヨで無残に残暴した姿を。何事もやりすぎというのは良くないですね。おとなしく従ってさえればここまでするつもりはなかったというのに。もう戻せよ、今すぐに元に戻せ。何を言うのかと思ったらバカですね。これが完全なる不可逆反応であることぐらい見ればわかるでしょう。あなたは焦げた肉を生肉に戻す方法をご存知なのですか。あいにくですが私は知らない。ロイ、おや、かすかながらまだ意識が残っていますか。これは予想外です。重ね重ね魔物というのは。殺してくれ、俺を殺して、こいつをぶっ飛ばしてくれ。あ、ついでにあいつもぶっ飛ばしてくれた。ガー、クソが。あ、マジで言ってんの。どん、銃、肉片を飛ばした。マジクタールだな、一回。触手の叩きつけ、たつえ、ワンチャン落ちるぜ。ゴラン、奥体を持ち上げた。銃撃って押しつぶしで17,000。で一回回復して銃、あーやっと一発ブッパー。銃撃った、即死叩きつけてきた。マジックタールでガードで、よいしょ、で一回これはガード撃つで、ここの状態でマジックタール食べる。あ、これはもう一回ガード、これでは、うん、ウルトラパンチ打てる。はい、でもう一回ガード、マジックタール、はい、ガード。いや、勝ちは見えたけどこれマジか。銃撃ってきて叩きつけてきて、まあ、もう同じ流れだな。
で多分だけど貯めてくるわな。でガードして、これでゴランは落とせるけど、ゴランさん何をやってるのですか。ゴランさん動きなさい、動いて盾になるのです。ありがとうロイ、すまん。ただうろたえている。あーもう一生殴るしかない。やった、戦いに勝利した。ロイ、ゴラン大丈夫か。悪かった、俺ずっとお前に嘘ついて、お前といるの楽しかったけどその分だけ苦しかった。だけどよかった、これでもう嘘つかなくて済む。こらーゴラン、あーそんなこともうどうだっていいんだよ。クソゴラン、ゴランはもう動かない。クソお前のせいだ。扉を開く鍵こいつか。ゲホゲホ、お前分かってんのか。なんだまだ意識があんのかよ。いいことを教えてやる。お前のそのデブリを溜め込んだ体はな、もうすでに限界が近い。ゲホ、あ、じきに臨界点に達する。そうしたら何もせずともお前の体は大爆発して終わりだ。いやお前だけじゃない、この世界の何十何百万もの命をお前は奪うんだ。なんかあー、でもやっとメグに会えた。よく泣かずに待ってたな。えらいぞ。約束したもん。約束？それにロイ言ったもん、助けに行くから待ってろって。行こう。そうか。ねえゴランは？さあな、あいついつもフラットどっか行きやがるからよ。あ、寝た。あれじゃん、最初の部屋じゃん。あー、おいおっさん、聞こえるか。な、なんとそんなことになっていたとは。あー、ポール、おっさん頼みがある。メグを任せたい。何？母親の場所なら分かった。だからおっさんが連れてってやってくれ。この研究所にいた人間は全員気絶させて閉じ込めてる。今は安全だ。むむ、しかしそちらへ向かうルートは破壊されている。母親の居場所がつかめたならまずはそこを再び計画を練って、何とかしてくれたのも時間がないんだ。一体どうしたというんだ、何があったのかね。俺はもうダメなんだってよ、近いうちに死んじまう。俺はもうすぐ臨界点ってやつに達するんだとよ。なんだって、それは一体どういう。そしたら俺だけじゃなくメギや他の地上のやつらもみんな死ぬんだ。しかしいいから黙って言う通りにしやがれ。ロイ君、それでお前さんはどうするのかね。お花置いてった。俺はもうメグにもおっさんにも二度と会うことはねえよ。あっ、あ、そんなことを言ってはお前さんを慕ってるあの子がどれほど悲しむと思う。だからそれしかねえんだって。でも、あー飛んじゃうわ。あ、俺がいなくなったらあいつ悲しむのか。ああ、あ、メグ聞こえるか。あれ、ロイどこ。あー、朝までにポールのおっさんが迎えに来るはずだ。あとはおっさんの言うことを聞いてついてくんだ。ロイはどこにいるの。俺のことはもう忘れろ。